してたんで無音でもう切ったんです。なんかジャイカン大人っぽくなった。本当ですか今。そう、若干身長が足りないからなんか、はい、です。ココアもチラッと映っとったよ。え、本当に。超嬉しい。寒い。暦の上ではもう春です。ね、春ですね。順調なのかな。順調だと。順調かな。寒いね。いつまでたっても寒い。今日は体が肩が凝ってます。疲労が来てます。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 あったかくしてますよ多分。いやなんかね、暖房って平均何度ぐらいなんですか皆さんつけるの。今26度なんですけど、つけてるのが。皆さんは何度ぐらい暖房って、平均暖房温度30度。ちょっとたたた、え、夏の30度ってさ26度、24度、27度、23度。あ、それぐらいか。30度。え、30度って暑くないの？普通なの？平均？26度設定ですよ。でも絶対なんか低い気がする、26度より。でも自分の部屋はいくら寒くても切らないんですよね。お母ちゃんのメールをやっと取りました。お、イエーイ、ありがとう。メール送りがいがありますね。いや全然最近送れてないですけど、勉強で一日一つは確実に送りたいなという気持ちではいつも覚えてるんですけど、もうちょっとお待ちくださいね。もう爆発していっぱい送っちゃうかも。ボボボボボボバー。というか今日は金曜日、何曜日、もう曜日感覚がちょっと分からん。金曜日か。バレンタインの生写真が発売が始まったので、え、なんか窓開いてるのかな、私寒いのがさっきから。ちょっともう一度後で上げてみます、エアコン。勉強優先して、ありがとう。今は勉強優先します。頑張ります。ファイティング。うわー、運動の大切さをきっと感じます。
STU48 のライブに出始めた。ステージに立つ機会がまたありますよね、きっとね。触れますよね、きっとね。てかお話し会がすごい楽しみにしていることの一つというか、相当楽しみにしていることですね。もう売り切れたんですか、私の残りのお話し会は。ちゃんとお話しできることが嬉しいよ。あ、ありがとうございます。振り返りもありますからね。予定が決まったら再販がある。予定楽しみですよ。あ、振り替えの、あ、え、振り替えの予定が決まったら松田編とかあるの？そうなの。まあその時になったら分かることですかね。ちょっとすごい面白いっていうか、なんか結構分析することが好きになってなんか一つのことについて結構分析することが特なんかすごいすることにすごい興味があって、楽しいそれがちょっと楽しくなっちゃってるんですけど、こうふっとこう考えた時に、例えば私はお話し会とか握手会がこう全部完売したこと経験がないんですよ。部が用意されてるじゃないですか。この日は1日完売しましたとか、そのなんていうんですか、そういうのはありますけど、なんかこう全このシングル全部が 何十部あったとして、これが全部完売したことがないんですよ。でそこでまず2つに分かれるじゃないですか。なぜ完売しないのかという、買う人と買わない人のその差を見るじゃないですか。まず買ってくれる人の特徴として、私を知っている、昔から開国話を推しているという経験がある、ライブで私のパフォーマンスが気になったことがある、メンバーとの絡み合いで偶然タイミングよく受付してたからその話をしたいと思った、初めましてですけどちょっと気になったから話してみたい、可愛いから話してみたい、ショートだから話してみたい、話しやすそうだから話してみたい、だからそういういろんな要点があるじゃないですか。そしてまずこちら来ないという人のあですよ、これただの例だし、そういうケースがあるなという、ただ考えですよ。まだこれ以上にその人がそんな何人もこういろんな考えがあって来てくれてるわけじゃないですか。だからこれ一概に言えないですけど、ただこういう例を挙げてみましたという話です。でそして来ないという人はまず私を知らない、 ST48 を知らない、特にこう私が話題とするような話がない、初めましてがすごく恥ずかしい、一歩こうただ友達からおすすめされることあってももう一歩踏み出せない、別にパフォーマンスで目に留まらない、気にならない、そういういろんな要因があるじゃないですか。まあ、ここを一つ一つ改善していく、まず話題になることをするとか、例えばなんか一つの例にすると、私はカープが好きなのでカープファンのファンの人が来てくれるわけじゃないですか。同じカープの話ができるという話題の共通点があるから、まず一歩目がすごく踏みやすいみたいな。次が話題の一つだとすると、こっちの
話題がないから来たなんか行けないなみたいなあの方にはなんかこう私が話題をなんかこう作らないといけないなと思って、それをなんかどんどん増やしていきたいんですよね。でも今はそれ勉強でそういうちょっとあのそこまで手が回らないので、あの責任感が半端ない。そうですよ、結局なんか自分ですもんね。なんかアイドルのアイドルできる期間とかって、まあ、人生100年時代って言われる中でもそのまあこの48で100歳まであのアイドルしましたっていう人が、まあ、生まれればまたそれは別だと思うんですけど、あの100年時代って言われる中で、まあ、今まで人生過ごしてきた、まあ、13歳から入ってるわけですけど、まずその10分の1はまずアイドルしてなかったわけじゃないですか、まあ、100年とこう仮定した体で話してると、だからもう10分の1はまずアイドルしてないんです。そっから13歳から入ったので、そっからその9分のどれだけなんかこうアイドルできるかって考えると、やっぱそのわずかじゃないですか。そう考えたら、だからより濃いものにねしようと思って、濃い茶みたいにね今日濃い茶買ったんですよ。あの伊藤園さんのね濃い茶買ったんですけど、あれめっちゃ濃い、美味しい。あの緑茶飲む時の、急に話が変わるんですけど、緑茶飲む時のなんか粉で入れた時に最後のなんか粉が好きなんですよ私。抹茶？あれ抹茶なんかな、抹茶の甘くない抹茶、粉が好きなんです。じゃあ粉食べろよとかそれだったらまた別なんですけど、あの飲んで最後にあの粉に残す人いるじゃないですか。粉って分かる？なんか粉好きなんですよ私。そうパウダーで飲むのが好きで、でもあのこういうお茶はなんかすごい濃いのにそういう粉味がない。粉味青汁なんか、青汁私絶対飲んだことあるんですけども、なかなかあの味が思い出せなくて、でも食べようっていう気はなんか思い起こらなくて、濃いお茶が、苦いお茶が好きです。苦いもの結構好きです。やっぱ甘さばっかりだとね、あの飽きちゃうし疲れちゃいますからね。夕食食べました。キャベツ、あの野菜摂取しないとなと思ってキャベツを食べだけじゃないですよ、ちゃんとキャベツも食べたし、あのトーフハンバーグみたいなのを食べました。試験お疲れ様でした。出来はどうでしたか？あのランダムメールでなんか共通テストのなんか今日すごい外が騒がしいんですけど大丈夫そうですか？いやこれ昼からなんですけど、すごいなんか、いやなんかお昼からなんですよね。よくある。
トト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 お話し会とかが始まったらまたちゃんと喋れるようになると思うんですけど、喋ることがこうまくできるかなと思って、一人で喋ることがあります。人と喋るコミュニケーションを取る、うまく取れるようになるには、なんかこうお話をこう一人ぼっちの時でも独り言を多く喋ったら喋り上手になるらしいですよ。雑談上手ですかね、なんて言うんですか。楽しみね。だからああいうなんかお花あのあくじあのお話し会とかで来てくれる人の分析じゃないけど、なんか来てくれない人、来てくれる人のそこの分かれ道をなんか自分で分析して一人で話したり、これからあのたくさんの人にこのこういろんな人とお話ししたいなっていう目的があるとすれば、私はどのように頑張ればそれが達成できるんだろうかと思いながら考えたり、はい、してました。それをアウトプットしてこう喋る一人でああ面白い。ではここら辺で配信を終了したいと思います。どんな配信やと思ったかもしれないですけど、この後も頑張っていきましょう。近くに大きい病院ある？いや、ないき、いや、ないと思うけど、なあるんかな、いかから、あ、これで興味持った人おるかな、おるかな。確かにいろいろな顔を見せたいと思います。それではランキングを読みたいと思います。13位ダンスさん、12位カレパンさん、11位もや太郎さん、10位黒蜜きなこさん、9位ひささん、8位しまねこさん、7位たくださん、6位オールグーリンさん、5位スエンさん、4位ナッシーさん、3位高梨智之さん、2位ハイケイさん、1位は藤庵さんです。ありがとうございます。はい、皆さん今日もありがとうございました。じゃあこれで配信を終了します。今日もよく喋りました。皆さんコメントたくさんありがとうございました。バイバーイ。